次は、SP 気質、うん、SP というのはこの P 容認型なので、うん、可能性を残したい、うん、ギリギリまであまり決めたくない。だからあれですよ、近く知りたい、知りたいというのは要はこう状況を知ってたいんですよ。状況を知って判断したいから、いつまででも状況を知りたいと思ってる。要は今僕が決めたいと思っても、うんうん、それは今の情報でしかないでしょっていう感じ。そうだから、まあ、今決めるのもいいけど、はい、新しい情報が入ってきたら、はい、すぐにでも変われるようにしておきたいみたいな。あ、まあね、それはね、うん、分かるんですよ、うん、でもこうルール決めたでしょみたいなのがあるじゃないですか。それも分かるんですよそうなんだ、もうめんどくせえなってなるんですよ、うんうん、もう一回決めたじゃんって。いいじゃん、もうそれぐらい我慢したらいいじゃんみたいなことを出る、言う出るじゃないですか言う、うん、言う、うん、出るっていう感じですよ。そっちの気持ちも分かるんですよ、はい、分かるんですよ、そっちも、うんうん、はい、だからこうギリギリまでっていうのは多分そういうところ、ギリギリまで考えたいっていうよりは情報をなるべく仕入れたいみたいな、はいはい、っていうのが、まあ、エニアグラムにどう関係するか、はいはい、感覚容認 SP の人は、うん、楽しいことが好きで、はい、楽天的自発的ですと、うん、束縛義務決まりきった仕事を避けますと、うん、種類の豊富さと興奮を求めます、うん、将来のために貯金するよりも楽しい時間過ごそうぜ、うん、って金を使う傾向がありますと、うん、言葉より行動で気遣いを表現します、うん、っていう方々、うん、感覚容認の人はしばしば自発的冒険的ライフスタイルに、うん、価値を置いていて、安定して責任感のあるパートナーを選びがちですと、うんうん、自分がそんな風だからですかね。多分そうなんです、ね、ちょっと止めといてくれと怒りを下ろしときたい、うん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 、海好きだけど、うん、勝手にどっか行っちゃう、怒りをちょっと怒りをっていう感じですかね、うんうんうん、ESTP SP の中の ESTP ですね、うん、外交感覚思考容認、うん、あくまで外交っていうのは、うん、表でエネルギーをチャージする人、うんうん、外に向かってる人ですよね、はい、意識が。で感覚、あくまで感覚、現実的、うんうん、でシンキング、うん、考えたい、うん、いつまででも考えたいP の人、まあ、情報を入手したいです、はい、合衆国の男性の 5%、うんうん、やっぱり思考が少ないからですかね、やっぱり、うん、で女性、合衆国女性の 2% が ESTP、うん、ESTP は寛大で基地に富み、うん、注目されることが好き、うん、でまた魅力的であると、うん、非権威的で挑戦を好みます、うん、パートナーからは衝動的で落ち着きがなく素っ気なく鈍感であると思われますと、うん、パートナーは ESTP の冒険に無理やり付き合わされていると感じるかもしれません、うん、そうおっしゃる通りタイプ7がしばしばこのタイプとされますと、うんうんうん、そうですね、僕もここにいたかったですねかっこいい、うん、はい、でもねやっぱいないんですよここには。まあでも痛いって言っても本当に痛いと思ってないんですもんね、きっと。安全じゃないですからね。そう、はい、そんな危険なことしたくねえよって。したくねえですよはい。で ISTP、 先ほど申し上げたの内向版ですね、うんうん、合衆国の男性の 5% が ISTP、うん、合衆国の女性の 2% が ISTP、うん、ISTP の人は人に頼らず現実的で断固としています、うん、冒険と挑戦が好きでしばしば社会的に無関心で無口、うん、そして道具や機械、うん、自分の手を使ってできることに情熱を傾けますと、うんうん、なんでカーシー博士の本だとスナイパーみたいな、うん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 、武器の扱いに長けてる、長けてるみたいなことが書かれてましたね、うん、さすがアメリカの本、うん、でこの ISTP はタイプ5とタイプ7にこのタイプが多く見られます、うん、で ESFP ですね、うん、外交感覚感情容認、うん、なんで先ほどの方々はあくまでシンキング、うん、要は論理、うん、論理が重要、うん、論理重視、重視、あ、うん、そう、重視の言い方ですね。自分の中で論理、うん、論理的であるかどうか、筋が通ってるかが多分一番気になるんじゃないですか。論理的が、論理的かどうかが、はい、うん、シンキングの人は、うん、論理がズバッと入った時に、うん、気持ちがいいみたいな、なるほど、うん、の、うん、そこが感情的な方々、うん、はいはい、なんであくまで、うん、E、S の S の人は現実的な人です、うんうん、S、現実的で感情重視の人、うん、でも P の人、
デモじゃないですけどね。デモじゃないです僕が言うとデモって言っちゃったんですけどごめんなさい、はい、P の人ですね、はいはいはい、うん、合衆国男性の 4% が ESFP、うん、合衆国女性の 7% が ESFP、ESFP の人は温かく元気でエネルギーがあり、うん、仲間を作りたがりますと。よく気がつきすぐに愛情を示し、家庭で人を満たすのが好きですと、うん、家庭を人で満たすのが好き、うん、今に生きすぐ楽しみを見つけ目的を遂行できるかどうかは重視しませんと。わあ、そうなんや。 ESFP の人は調和に価値を置き肯定面を強調しますと、うんうん、タイプ2、タイプ7、スマイルの人ですね、うん、スマイルの人ですね。基本外でニコニコしてる人がこの ESFP の人たち、うん、でそんな場合の内向版、うん、ISFP、はい、内向感覚感情容認、うん、合衆国男性の 3% が ISFP、うん、合衆国女性の 5% が ISFP、うん、で ISFP の人は無口で自然体で優しく穏やか、うん、援助的で疑いを知りませんと、うん、彼らは人のためになるようなことを静かに行うことによって愛情と気配りを示しますと、うん、ISFP の人は受容的で生きる態度を持っていて、生きる、ごめんなさいね、自分が生きる、うん、そしてまた人を生かすっていう態度を持っていて、パートナーから見下されたり驚かされたりすることがあります。このタイプはタイプ9に多く、またタイプ4の男性にも時々見られますと、うん、なんでよくアメリカの映画でいる、うん、ハイスクールでなんかいじめられてるようなキャラがそうなのかなってちょっと思っちゃったんですけど。違くないですか。違くない、どうぞ。いや、そういうキャラでは、そういうキャラの説明じゃないですよね。あ、そうなんですか。僕そういうキャラかなって思っちゃいました。明るくてみたいな、優しくて無口自然で優しく穏やか、うん、優しく穏やか、いじめられてる子は優しく穏やかじゃない感じがしますよね。で僕はそういうところをつけ込まれてるって書かれてると思いました、うん、でこう人を疑わないから、はいはい、なんかこう少年みたいな子って感じじゃないですか。あー、なんか世界が違うのかもしれません、うん、想像する、うん、はい、でここに書いてあったのはそのパートナーから見下されたり、うん、脅かされたりするっていうのを読んで、なんかあ、その、うん、隅っこの方にいて、うん、なんかそういう人かなってちょっと思っちゃいました。うん、はい、僕の感覚です、はい、うん、あ、そういう人だとは、そういう感覚ではないですね、僕その文章を読んで。なるほど、はい、っていう違いがあります、はいはい、今二等兵は反応するのを抑えましたね、うん、成長、うん、成長なんですかね。成長です、はい、褒めてあげたい、はいはい、そうで、サトシさんも今、うん、ISFP 伸びたみたい、うんうんうん、伸びた、結構いじめられっ子じゃないですよね。ジャイアンがいるだけですか。ジャイアンがいるだけじゃないですか。ジャイアンとスネ夫と、うん、で結構平気で立ち向かうじゃないですか。なんか陰湿にいじめられてるっていうよりは、あ、まあ、まあ、のび太みたいは結構しっくりきますけどね、はい、うん、でのび太をどう見るかですよね。のび太をどう見るか、あのそのこのスクールドラマ、はい、ああいうのでいじめられちゃうらではないですよね、はい、なんかこうやられたらドラえもんって言ってこう仕返しに行くわけじゃないですか。ドラえもんがいるからですもん、あれ。ドラえもんいなくてもなんかあいつらみたいな、こううわーって走って逃げたりとか、要領が悪い感じはあるんですよ。あ、まあそうですね、つけ込まれてる感はありますよね、うん、つけ込まれてる感はあるけど、はい、結構なんか人気者だったりもするじゃないですか。人気者、うん、のび太か、のび太、静香ちゃんとか守ってくれる人たちもいっぱいいてみたいな、うん、ちょっとのび太論は置いときましょうかあなたののび太論は置いときましょうか、はい、僕たちののび太論は、うん、サトシさんがね、 S の人とは話が食い違うことが多いと、うん、理論的に S の人は世の中こうなんだからこうすべき、うん、N 将来的にこんなことが起こるのでは、こんな世の中にした方が良いのでは、うん、みたいな、今を変えるか将来をの可能性とか、うん、いや将来に向けてやった方がいいんだよみたいな。これでも J と P も関係してますからね。あとは、まあ、部署の都合もあるでしょうね。部署の都合とかも考えるか考えないかもありますよね、はい、N の人とか、あとスケジュールも予算もありますもんね。 NP の人とかはもう全く考えなさそうじゃないですか。でも
お前らは会議に来るなって言いたくなりますもん、ね、NJ の人はまあそこそこ考えそうじゃないですか、はいはい、で S でも SP の人は、はい、じゃあとりあえずこれにしようみたいな感じで決めるじゃないですか SP? SP、はい、でまあなんか状況が変わればもういつでも変わるみたいな、で SJ の人はまあこうしてこう決めたなら変えんなよみたいなね、はい、っていうせっかく決めたんだしさあの時間は無駄じゃないかってなりますもんね、うんうんうん、なんかね、うん、多少効率は悪くてもそれでいいじゃんみたいな、もう決まったんだからみたいな、近いそれが近い、はいはい、あトランプが ESTP の典型だと、うん、ESTP、うんうん、あ強いアメリカですね、強いアメリカ、強いアメリカ、うん、だからトランプも決めるじゃないですか、決めるけどすぐ変えるじゃないですか、変える、ああいうとこじゃないですか、はい、SP、なるほど、まどかさん、はじめまして、はじめまして、最近8ウィング9エニアグラムで診断され MBTI も並行して学び、あもうお世話になってます、うん、面白いですよね、はい、8と8って言われたんで、うん、あのこっちちょっと下にちょっと階段下りました今、はい、はい、確かにのび太はジャイアンに服従しない、あ確かにね、服従しないじゃないですか、あんなにいじめられてるのに、ドラえもんがいなくてもそうなのかな、もともとそんな感じじゃないですか、あの服従したら多分スネ夫ですよ、あ、まあスネ夫もあの裏でそっぽ向いてますけどね、そっぽ向いてるけど、はい、表面上は完全に服従してるじゃないですか、はいはい、 裏でバカにしてますけどね、そう、はい、だけどのび太は服従しないからいじめられるんですよ、あ強いのはのび太かもねそうすると強いのは確かに、うん、のび太はバカにされてもくよくよしないし、うん、明るい楽天的勇敢だし陰キャと、あ、言うほど、なるほど、陰キャではない感じですよね、陰キャではないですね、陰キャではないですね、はい、もう楽天的でもう寝れば治る、楽天的なのかな、楽天的ですよね、9ですかね、タイプ9じゃないですか、6じゃなくて、6じゃなくて6っぽいですか、あエニアグラムの方どう思われてるんですかね、のび太くん、なんかあのよく本では6って言われてますよね、9っていうのもありますよね、味方か、見る人の見る人の味方ですかね、うんうん、それをどう見るか、まあ、キャラクターなんでね、作られる部分もあるじゃないですか、そうですね、うんうん、映画ののび太はまた全然違うじゃないですか、映画版はね、映画のジャイアンはめっちゃいいやつじゃないですか、めっちゃもう健全全部健全度が上がった時なんですよ、全員が映画版は映画版は全員健全度が高くなってるんですよ、丸く見えるみんな、そう、はい、SJ がスネオ、うん、のび太急っぽい、あそうなんや、ヤンバルさんものび太はマイペース、なるほど、